和紙を藍で染める。藍染めは布や糸を染めるイメージですが、阿波紙ファクトリーでは先代の藤森実が古来の記録をもとに妻の藤森常と共に和紙を藍で染める技法を再現しました。布や糸と異なり、どんなに強い和紙でも何回も藍の液につけたり水洗いをすると破れてしまいます。新しいことに挑戦するための苦労があったと聞いています。現在は藍染め師の藤森美恵子がその技術を受け継ぎ、紙すきの藤森陽一と共に日々新たな試みを繰り返しています。現代のニーズに応じた藍染め和紙の開発と品質の安定化のために、さまざまな試行錯誤を行い、独自の染めのパターンを生み出してきました。また書道や版画などアート作品にお使いいただけるほか、アートパネルなどディスプレイに、また額装してお部屋に飾っていただき、生活に安らぎと変化をお求めください。阿波紙ファクトリーのホームページでは、さまざまな色の濃淡や模様の藍染め和紙をご紹介しています。